岸田育太郎から1908年9月14日は、日本の実業家。政治家の岸田文夫や宮沢陽一はひ孫である。1867年11月19日、秋国家も軍沖谷村に、岸田忠次郎、三夫妻の長男として生まれる。岸田家は、育太郎の祖,祖父、岸田直五郎の代に、寝室屋を屋号にして分家し、以来沖谷村にて農業を営んでいた。 1891年頃に農機具、種苗、護服などを輸出し、輸出先である北海道に手仕入れた海産物の販売業を始める。1894年に三宅直之助の四女、墨と結婚。翌年には長男の正樹が生まれる。長男が生まれて2ヶ月が経った頃に台湾のキールへ移住し、現地で護服省と材木省を営む。その後、 イ太郎は1899年に帰国すると、地元の西島村にて、木材商、呉市にて、金物商の経営を経て、1906年頃に満州へ移住し、大連市の中心部に一丁五から六端の土地を購入するが、1908年9月14日に40歳で、休止した。イ太郎が台湾時代に店舗を構えていた建物は、2021年。 現在もキールに現存し、飲食店や書店などに使用されている。ありがとうございます。